皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回やっていくのは一橋大学の整数問題、 N の3乗プラス1が3で割り切れる自然数 N を全て求めよう、 N の N 乗プラス1が3で割り切れる自然数 N を全て求めようと。この問題非常に良問なんですけど、しっかりと完答できなきゃいけない問題ですね。この問題には整数問題の重要な考え方がギュッと詰まってるんですけど、その中にはですね、初学者が陥りがちなミス、落とし穴っていうのが潜んでるんで、そこをね、重点的に解説していきます。またこの問題はね、合同式を使って解説していくので、まだ合同式学ばれてない方は別の動画でね、解説しているので、ぜひね、そちらをチェックしてからこの問題ね、取り組んでもらえたらいいなと思います。それではカッコ1番から、 N の3乗プラス1が3で割り切れる自然数 N と、まあこれね、3で割り切れる、すなわち3で割った時の余りが0になってほしいわけだから、まあね、これ合同式で言うモッド3、まあ法3として考えるんですね。モッド3の元で、そうすると自然数 N っていうのは3で割った時の余りが0、まあ0と合同、1と合同、2と合同、この3パターンに分けることができるんですよね。まあ、すべての自然数は3で割った時の余りが0か1か2か。ということで、それぞれについて N の3乗プラス1がどうなるのかということを見ていけばいいと。N の3乗プラス1っていうのは、まあ、N がね、0と合同だったら0の3乗足す1と合同。まあ、これっていうのは0の3乗足す1で1。これが何を意味しているかというと、N の3乗プラス1は3で割った時の余りが1。すなわち3で割り切れないから NG ですね。ダメと。まあ、同様に N 合同1の場合は N の3乗プラス1は1の3乗プラス1と合同になって、これは1足す1で2と。で、まあこれはね、3で割って2余っちゃうので NG ですよと。じゃあ最後、N 合同2の場合は N 3乗プラス1は2の3乗プラス1と合同になるので、これは8足す1で9。で、9っていうのは3で割った時の余りは0。よって、これ3の倍数になりますよね。なので、これは OK。以上より、この場合を見てあげると、N を3で割った時の余りが2であれば、この N 3乗プラス1が3で割り切れるということがわかる。じゃあ、それどういうふうに表すかというと、N イコール 3K プラス2。まあ、こういうふうに表せる。で、ここで注意しなきゃいけないのは、K は自然数じゃないですね。K は、まあ、これが N が自然数なわけだから、K は0から OK ですね。K が0の時 N が2。そこから出発するから0以上の整数と。こういうふうに求めることができるわけです。まあ、合同式を使うと非常に見通しよく解くことができますね。じゃあ続いてカッコ2番。N の N 乗プラス1が3で割り切れる自然数 N を全て求めようと。まあ、さっきと一緒ですよね。3で割り切れるってことは、モド3の元で。N っていうのは、0と合同、1と合同、2と合同、この3パターン考えられるわけで、それぞれについて N の N 乗プラス1がどうなればいいのかってことを考えていけばいいんですね。で、N 合同0ってことは、まあこれも0の0乗プラス1で、で、この0の0乗の値はまあ議論の余地はあるんですけど、まあこれが1かな、だから2かな、みたいな感じでね、まあやっていくっていうのは、これ絶対にダメですね。これがなぜダメなのかっていうことをしっかりと説明できるようにしましょう。まあ、合同式っていうのはそもそもこのように2つのね、合同式があった場合、まあ、モド P で共通している場合、この2つの式を掛け算することができるんですね。AC と BD は合同ですよと。これを使ってあげると A 合同 B っていう式を2つ並べてあげれば、これ掛け算してあげて A2 乗合同 B2 乗と。まあ、それをまた A 合同 B っていうのを掛け算してあげると A3 乗合同 B3 乗と、点点点。結局 A の N 乗と B の N 乗が合同ということが導けるわけですね。合同式において式と式の掛け算ができるんで、それを繰り返すことによって A 合同 B からは A の N 乗合同 B の N 乗、これを導くことができるわけだけど、じゃあ、導けないものとしては N の A 乗と N の B 乗、これが合同である。とは言えないんですね。これは言えるけど、これは言えないっていうのは非常に重要。まあ具体例をね、見ていきましょう。法を3とすると、4と1は合同ですよね。3で割った時の余りは1だから。ここから導けることとしては、4の N 乗っていうのは1の N 乗と合同なんですよ。
なので4の N 乗を1の N 乗に変換することは OK と。一方でやっちゃいけないこととしては N の4乗を N の1乗に置き換えることはこれできないんですね。そもそもできる理由が見当たらないわけですね。まあ、式の掛け算できるからこれは導けるよってことはわかるんですけど、これを導けるための土台っていうのが何もないので NG。N の4乗を N の1乗に変換することはできない。実際、例えば N が2の場合、2の4乗って16ですね。まあ、16。で、2の1乗っていうのは2ですよね。まあ、16と2っていうのは合同じゃないですよね。3で割った時の余りは違いますよと。これをですね、しっかりと、分けてあげなきゃいけないんですよ。さっきの場合で言うと、N が0と合同の時、N の N 乗プラス1っていうのは0の0乗と合同っていう風にやっちゃいけない。この指数部分の変換っていうのはできないんですね。指数部分の変換は先ほどと一緒で4乗を1乗にすることはできない。4の N 乗を1の N 乗にすることはできる。だから、この指数部分の変換はできないけど、定の部分の変換はできるわけなんですね。まあ、ここの部分の、まあ、しつこいようなんですけど、しっかりと意識してください。そうすると、まあ、同じようにね、N が3で割った時の余りが0、1、2と、この3パターンに分けられるんですけど、それぞれの場合において N の N 乗プラス1がどうなるかというと、これ、しつこいようですけど、0の0乗でせずに、0の N 乗。この指数部分は残したまま考えなきゃいけないと。で、プラス1。すると、0足す1で1と。まあ、これは3で割った時の余りが1だから、3の倍数じゃありませんよと。じゃあ次、N が1と合同の場合は、N の N 乗プラス1は、まあ、しつこいんですけど、1の1乗ではなくて、1の N 乗と。指数部分は残しましょう。プラス1。で、まあ、1の N 乗は1なので、1足す1で2と。2と合同ということは3で割った時に2余る。すなわち3の倍数じゃないですよと。じゃあ最後、N が2と合同の場合っていうのは、N の N 乗プラス1っていうのは、2の2乗じゃなくて、2の N 乗足す1と合同と。ね、この指数部分は変換できない。これと合同というふうに言えるので、あとは3で割り切れるような場合っていうのがあるのかってことを考えていかなきゃいけないと。で、ここでね、重要な考え方ありましたね。この2の扱いなんですけど、戻3。まあ2っていうのは3に1足りないっていう風に見てあげることによって、2の N 乗じゃなくて、マイナス1の N 乗プラス1と。まあこういう風に2をマイナス1に変換してあげると、見通しが良くなるわけですね。っていうのも、マイナス1の N 乗っていうのは、N が偶数の時は1、N が奇数の時はマイナス1っていう風に言えるので、これって結局、N が偶数の時は、ここが1になるから2と。N が偶数。で、N が奇数の時は、マイナス1の N 乗っていうのは、マイナス1になるから0になりますよと。よって、N の N 乗プラス1が3で割り切れるためには、こっちはね、ダメで。この場合。すなわち、N が3で割った時の余りが2で、かつ N が奇数の場合と。こういう風に求めることができて、まあ、ここまで来ればね、あとはゴールまで一直線ですね。N が3で割った時の余りが2で、かつ奇数と。3で割った時の余りが2、2で割った時の余りが1と。じゃあこれっていうのは結局どういう数なのかって言ったら、まあ、この3と2の最小公倍数6で割った時の余りがいくつになるのかっていうことを考えていけばいいんですよね。で、その値っていうのは3で割った時の余りが2っていうことは6で割った時の余りっていうのは2か5と。で、2で割った時の余りが1なわけだから、6で割った時の余りが2の場合っていうのは、まあ絶対偶数になってしまうと。すなわち5の方が選ばれますよと。だから6で割った時の余りが5、すなわち N っていうのは 6K プラス5と。で、この K っていうのはまたまたね、0以上の整数というふうに言えるわけです。よろしいですかね。まあ、こんな感じでね、求めることができるんですけど、実は最後の部分に関しては、合同式を使っても求めることができるんですね。今、N は3で割って2余り、2で割って1余る数なわけだから、この式が成り立つと。で、この、戻3と戻2の部分を統一したいんですよ。なので、上の式を2倍、下の式を3倍してあげましょう。すると、この2つの式が出てくるんですね。
この N 合同に戻さんの部分をすべてね、2倍すると 2N46 に変えてあげる。こんなことができるのかっていう話なんですけど、できちゃうんですね。っていうのも、この式から何が言えるかっていうと、N っていうのは 3K プラス2みたいな形で表せるわけじゃないですか。とすると、この式を丸々2倍してあげると、2N イコール 6K プラス4っていう風になりますよね。そうしたら、モド6の世界では、この 6K の部分をね、無視することができて、2N 合同4っていう風に言えると。まあだから、この式をそのまんま丸々2倍してますよっていう話。同様に下の式も丸々3倍することができて、そうすると、このモド6っていうところを統一することができた。じゃあ、あとは2つの式あるわけだから、これ下の式引く上の式っていうのを考えてみましょう。そうしたら、左辺の方は N になって、右辺の方は3引く4でマイナス1と。こういう式を導くことができる。まあ、結局、モド6の世界でマイナス1っていうのは5と合同なので、N っていうのは6で割った時に5は余る数ですよと、さっきの結論を導くことができるわけです。まあ、こんな感じで今回一橋大学の問題を合同式を使ってサクサクっと求めてきたんですけど、しつこいようですが、注意すべきことっていうのは、この合同式っていうのは、この定の部分ね、4と1の部分は直すことはできるわけだけど、指数部分 N の4乗を N の1乗に直すことはできないということはしっかりと肝に銘じておいてください。今後もね、こういった動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。